これも京野菜だ。ああ美味しそう、ね、でもこれ昨日入ったんでしょうまい。コンビ組んだらコンビ。俺が言おうとした今。俺がたまに言おうとしたの。大人気だ。いただきます。はい。アマとプロはどうなの？アマの時代はやっぱりラウンドプロのジムにスパーリングに来させて行った時もやっぱり僕らは4ラウンド多くて4ラウンドだったんで、だったら負けないなと思ってましたけどね。だけどそれが12ラウンドとかになってくると削られていくんだろうなすごく思いましたね。6回戦は6回戦のきつさがあって、8回戦は8回戦のきつさがあって、で日本タイトルだったら10回戦で10回戦の10回戦の戦い方があったりとか。どうなのかな、グローブ小さくしてさ、もう7ラウンドぐらいに勝負つく方がさ、だってこんなね大きいグローブでちょこちょこ殴られてる方がダメージもあるんだ、ね、そうですよね、はい、で薄いグローブでスコーンといった方がダメージないんだって。渡嘉敷さんの時代はロックオンスですか？そう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 ですよね。だからこんなになったの。逆にロックオンスがダメージ残らなかったりもするんですよね。そう、残らないんだよ。スコーンと倒れちゃうからね。痛いだけだからさ。そうそうそう、脳は揺れないっていう説があるんですよね。あるよね。脳揺れる方がダメだって言うんですよ。結局ヘッドギアして14とかの方が、そう、結局脳って水の中に入ってるもんじゃないですか。だから揺れるのがダメだっていう説があるんですよね、うん、そうだよね。だからでかいなんてボヨーンってなるからね、はい、そうですよね。でも迫力はなんかありそうじゃん、まあ、小さいグループだもん。そうですね。6の方が倒れやすいと思うけどね、あれね。 6音しの方が、まあそうだよ。だからみんな世界戦でも薄いのつけてくるもんな、パンチな自信あるやつさ。薄くして、そうですね、うんうん、あ、今グローブ選べるからね、怖いですよね。今練習用のウィニングのグローブだってめちゃ遅いじゃん。そうです ね、 ね、まだアンコンとかにこう重さを比重を持ってきたんだけど、今もうこっちに持ってきちゃってるからね、腕の方ですよね。やばいよね、あれもね、本当おかしくなっちゃうよ。やばいのかどうかは分かんないけど、いいことなのか悪いことなのか。打たれすぎました。渡嘉敷さん多分もともとですよ。いや、褒められた。おめでとうございます。褒められた。渡嘉敷さんが、どうもしませんでした。渡嘉敷はナチュラルですから。ナチュラルか。打たれたことの正義してるから、ボクシング冒涜してるんですよ。嬉しいよね、どっちだったら。俺はたくさん殴られたけど、強いパンチでさ、ボン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 殴られた。でも重力はそうですよね。いや、そんなことないよ、俺結構背高いし打たれてないと思って。背高い。小さい俺たちは上からどんどん。ひどいこと言ってるよ。しょうがないです。いや、重力の中でも背高いんで、そんな殴れてない。井上君って、はい、日本人とスパーリングすんの？もちろん。武井君とかとも。いやいや、日本人は社会チャンピオンでやるじゃん。リブートイバジムの石井俊也君ってあのユースチャンピオンがいるんですけど、彼がよくやってます、うん、来てくれて。大体呼ぶんでしょ？もちろん、はい。大橋地元人はやんない？やんないんだ、あんまり。いや、松本圭介とか。ああ、やってんだ。やりますね、はい。あの手抜いて見ながらって感じですけど。でも、そうですね。兄弟もやんないらしいもんね。兄弟もなんかあの感情的になるみたいで。らしいね。ああ、そう、激しいんだ。まあ、お互い多分そうなっちゃう、まあ、な。それは聞いたね。あれ、お父さんがやらせないの？まあ、多分お互いだと思うんですけど、あの拓磨も直哉も。きついんだ、拓磨君も。どっちもやっぱり負けず嫌い。まあ兄弟だからそんなもんじゃん。まあね、リングがあったらプライドがあるんだろ、どっちも。まあそうですね。しかもね、2人だけだったら分かるけど、他の人も見てるし、なんかうってなるじゃないですか。あるよな、ね、プライドあるじゃないですか、お互い分かる、兄弟で、あそこは。まあそれで切磋琢磨して、ね、そうですね。あの他のトレーニングとかでもやっぱりうまいね、井上だけあって拓磨絶対突っ込むと思って。もうるさいですから、全然気づかない。全然気づかない。そうですね、彼らはその2人でこう作ってきたんで、やっぱり2人いないとこう相乗効果にならない。そうだよね、あれ1人だったらそこまでね、はい、急激に行ってないよね。2人でガーンクソーっていう、はい、なんかやっぱり直哉はお兄ちゃんなんで、弟に負けれないと思うプライドがあって、うんうん、でバーっていくんですけど、やっぱ拓磨はお兄ちゃんには勝てないと思ってるところがあるから、少しこう負けてもしょうがないと思ってこう流してたりもするんで、そういうところをなんか僕は中に入ってるんで、うん、いけいけってやってると、拓磨が勝つ場合も、まあ、あのランとかもそうですけど、スパリングはないですけど、そのランで走る時とかもフィジカルとかもそうなんですけど、まあそうだよね、そういうので、まあ、元気が強い。いや、いいね、いい関係なんだなと思って、はい。また取れそうですか、その拓磨は近い
うち多分いけると思います。もともと強いんですよ。強いね、はい、強くて上手くて速い選手なんで、うん、まあ、日本ではもう敵なしじゃん。敵なしですね。井上拓磨の戦績を見返すとほとんど世界チャンピオンか世界挑戦者なんですよ、うんうん、デビュー戦から、うんうん、あの子のキャリアはすごいハードマッチメイクというか、それを勝ち抜いてきてるんで、うん、力はやっぱりあるですね。だからもうちょっと注目されてもいいかなとはすごく思うんですけど、やっぱ兄弟だからね、どうしても、ね、どうしても、ね、お兄ちゃんのばっかり注目されちゃうんだよね。でも誇りでしょ、俺の兄貴お前スーパーチャンピオンだと。いや、それは本人が現役中は思わないでしょ。現役中は兄貴は兄貴だし、そうだ、そうかね、自分兄貴より自分の方が強くなりたいじゃないですか。そう、そういうことよ。まあそれはあるだろうけど。お母さん兄弟います？いるいる。兄貴、弟も兄貴も。弟ボクシングやって3兄弟なんですか？4兄弟みんな男の子？みんな男。トカさん次男？いや、三男。あ、トカさん三男？俺三男だよ。どうでもいい子だよ。だからそういうどうしようもないやつの方がどうしようもないやつが親は、はっきり言って僕も次男なんですけど、二人兄弟の次男ですよ。いなかった、これ何回も俺は言ってるんですけど、兄貴がいればどうでもいいわけ。そんなことは言ってない。田舎の人って通るそうなわけ。タケちゃんは、タケちゃんは、もうお母さんに超甘やかされてるから。今でも、新宿、新宿なんじゃけ。俺は、親父が俺のこと大好きだからね。だから絶対のノーじゃないよ。いやいや、普通そうだから。そんなことは絶対に。それは兄貴がね、例えばうちの場合だと兄貴がボクシングするって言ったら絶対反対だったと思うんですよ。鎖つないでも行かせなかったと思うんですよ。そんなこともない。いや、田舎ってそうだから。長男大事なわけよ。いなかったってお前青森じゃないか。そう、田舎だ。なめてんのかお前は。ひどくないか。お気に入り岩手です。いや、あ、ちょっと帰らね。あ、ありがとうございます。そうだろ。隣じゃねえか。隣だよ、隣。え、ゲイちゃんは長男？僕次男です。次男、次男だろ、はい、お兄さんは何してんの？お兄ちゃんはあの、まあ、エンジニアさんみたいなことをやってて、優秀な、はい、そういうね、勉強して。岩手って多いね。佐藤陽太も岩手、ね、佐藤陽太も岩手です、ね、はい、岩手だってボクシング強いもんね。あれはアマチュアか。アマチュア山形も強いですよ。そうです、ね、強いね、はい、え、岩手って言ったらボクサー誰がいる？八重ちゃんとその佐藤陽太君と、うん、プロはそのあと小原啓太ってあの三沢、ああいたね、いたね。あれは岩手ですね。僕の同じ高校で。玉熊君もそうですよ。玉熊さんこっち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 、はい、青森か。玉熊先輩はこっちの先輩はこっち青森か。あ、じゃあ2人だ。世界チャンピオン2人しかいないです、ね、青森は2人。まあ、世界チャンピオンは2人ですけど、うん、まあね、田辺清さんとか、ね、チャイアンも日本チャンピオンだったらチャイアンさんとかジャッカルさんとか、あ、日本人とかいっぱいいますよ。結構いますよ、日本チャンピオン。青森は世界チャンピオンは2人ですけど、広島も勝ったと。これ勝った。兵庫どこで？沖縄。兵庫。生まれは沖縄。いやいや、沖縄。エセエセエセ。兵庫。兵庫。エセでしょ。うるさい。俺は沖縄代表です。兵庫でしょ。兵庫県。沖縄でパレード。宝塚。宝塚です。宝塚ですから。トコシさんすごいっすね。沖縄でも世界チャンピオンいいし、兵庫でもいいし。あ、兵庫は佐藤か。長谷川、佐藤、西岡。あ、そうだな。そうか。あ、一番じゃないですか、兵庫県で。俺沖縄で出てるから一応。そういえばさ、話ちょっと折っていい？亀田智樹が、はい、チャンピオンになったら、はい、スーパーバンタムで、はい、やりたいって井上君と。あ、なんか言ってる言ってる。なんかで、はい、見ました。って言ってました。はい、まあで、八重ちゃんにいてどうするの？いや、オアシズのトレーナーだから。いや、いいじゃん、面白いじゃん。向こうがチャンピオンだったらなんかメリットは多分。もしくは天心、天心、天心ともやりたいと。あ、デビュー戦でやりたいって言ってた。とにかくだから彼結構座ってますね、うん、いい。普通だったら避けるじゃない、今までのね。いいじゃん、いいじゃん、やった方がいいよ。傾向で言えば友樹君はそういうガチだと、強いのとやりたいっていう、はいはい、井上路線なん、負け、ね、負けるっていうか、負けるのが多分分かってるってみんな思ってるけど、それでも負けるとは思ってないけど、まあ、ね、どうなのかっていうぐらいのね。 そのね、そういうガチンコ路線をこうね。そうだから天心とも、デビュー戦で天心でもやいいっすよ。いや、それは面白い。やってくださいと。それは面白い、面白い、うん、竹原さんマッチメイクしてくれませんかみたいなこと言われたっつうの。おお、いいじゃん。だから天、まず天心とどっちかと思う。いや、いきなりは大カメラとの思うようになったんですか。天心ですか、デビュー戦。まあ、その正直な話、うん、全然亀田君の方が、うん、ボクシングのキャリアとかがあるんで、お互い多分そんなにこう、なんだろうな、こう
ガチガチではないファイトスタイルなんで、様子を見ながら多分トモキ君がポイントを取っていって、うん、トモキ君が勝つ。いきなり世界ランカーはきついでしょ。天心がやらないって。いきなりはやらないだろ、まあ、2,3 戦目だったら。でもやったらいきなり世界ランカーですよ、勝てば。ああ、なるほど。まあ、日本チャンピオンで世界ランカーに入ってない人だったらね、いきなりやってもいいと思うけど。でも天心来た時に2戦目で3戦目で世界やる。まあまあそうは言ったけど大事にそうやった方がいいんじゃないかっていう声も聞こえたわけだよ。そういうの狙ってんじゃないのと。千作がね、タイの千作がさ、ムエタイから国際主義に行って国際規制3戦目で取ってる、こういう前例があるから天心もそこ狙うんじゃないんですかって言っただけ。ある意味こうボクシング界に逸材が集まってくるっていうのはいいことなんじゃないですかね。いやもう今逸材集まるっていうか、日本のボクシングって強いですよ、アマチュア含めて。いや強い強い、めっちゃ強いレベル上がってるね。でもすごいなと思いますよ。だから昔はほらメキシコとかさ、ロサンゼルスにさボクシング修行行ったじゃん、はい、これから日本に来るかもしれないな。ですよね、うん、はい、その時はトカシチームどうぞありがとういやありがとうってかちょっと気が早すぎますよヤイちゃん今何歳ですか。今年40になります。40、まだ若いな。もう何じゃん、おっさんだろ。40って言ったらまだよ。40だってこの間ニエテス40だからね。そう、同い年です、はい、ニエテスとかドネアとかゴロフキンとか、ね、みんな同い年。ゴロフキンですわ、はい、すごいいいのだ当たり年当たり、いやいやです。でもああいうの見てるとやっぱりまだできるかなって思いますよね。なんか、はい、やりたいと思う。思いますね。え、今いい OK って言ったらやる？やりますね。やるマジで。感動したい。まあ、できる、あのうちの会長がいいよね。コミッションでね、会長より。コミッションは、はい、そうですね。いやけど八重ちゃんはちょっと打たれたからやめとけ。あの同じ40歳でもその将来こんなになるよ。それは嫌ですね。早っ、そこは早かったな、反射神経が。本人がいながら言う。給料こっち回しにしてもらえます。やっぱやりたいですよ、みんな。まあね、そうですね。確かにやりたい。そういう気持ちを持ちながら教えてる子に接してるのが一番いいかなと思って、うん、俺はまだできるっていう気持ちを持ちながら教えてると負けられないなと思うんで、そういう風にしていけるところまで行きたいな。でも教え方とかうまいんでしょうね。俺も感情が走っちゃうからダメなんですよ。てめえこんにゃろーだからね。あ、そう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 。ねって俺が実は言われてもあんまり教えても見たことないんだよ、たけちゃん。結構教えてないよな。ギブにいられにいらしいじゃないか。てめえこんにゃろーとか見たことないですよ、俺言ってるの。あんまり見ないマネージャーが見たことない。そういうマイナスのことを言わないの。でも、ドラゴンとかがやってるのを見ると、はい、そういうのもあるんじゃないですか。あ、戦った相手がまだ、まあ、ヨカ君とかもそうですね。そうだよね。ね、頑張ってるんで、まあ年は違うんですけど、同じ時代の人間がまだ走ってるんで。ああ、そうだね。そう考えると、はい。俺も頑張ってみようかな。無理や。さすがに50でしょ、おっさん。まあ無理でしょ。でも頑張れば日本チャンピオンぐらいになれそうな感じするんだよ。いや、なれるかもしれないけど、いや無理でしょ。大きな勘違いか。絶対なれる。いやいや、タケちゃんはなれるかもしれないけど。そんな甘くないよ。コミッションがOK出さないよ。いやでもボクシングっていいっすよね。ね、はい、いいよね、はい、俺よくスパーリング YouTube とかでやるけど。あ、そうですよね。充実感あるもんね。まだ全然バチバチいけるっすね。バカになるやつとかに、ね、もうほんと半分とか死に状態になっちゃう。あー、かわいそう。おい何お前かわいそうって言っちゃったよ。前これで今こう冗談流すじゃん、1週間後はどういう意味だってそんなに時間かかる。前は1ヶ月だった。今は1週間伝わるのが遅いんだよ。なんでや。でも渡嘉敷さんもあれでしょ。え、結局スパーリングとかやってるじゃないですか今。もうあれだって充実感ないですか、やったと。まあ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 普通よりはあるよ、ね、楽しいですよね、うん、充実感なんかあんの。あるよ。青春してるね。青春だよ、はい、マジ、はい、めっちゃ楽しいもん。終わったとじゃあやれよ毎日。やんない。まだでかいからさ当たらないんだよ。そうそう、そうそうっとやるから。で 楽でいいんだろ。だから楽でいいですね。多分同じ体重だったらやりたくないですけど。そうだろ、そうだろ。手が高いからすごい楽そうにやってるもん。楽です、ね、こうして。まあ井上チャンピオン筆頭に今ボクシング界ってすごい賑わってるんですけど、うん、まあ今結構いろんなホープの方がオファーズジムいっぱい入ってきて、その間をこう埋めていく選手がどんどんできていかないと。あ、そうだね、やっぱりボクシング界ってこう引き続きファンが見るようにならないと思うんですけど、その一億を担ってるっていうことですもんね、八重樫さん。4人ね、いい選手見てるわけだから。そう、
また同じジムでそのね次のスーパースターを生む選手を見てるわけじゃん。そうですね、すごいよねそれがね。まあ、ね、井上ちゃんの練習を見てる選手がさ、何人もいてね、その、まあ、当然チャンピオン候補なわけじゃん。はい、疲れるでしょ。疲れ、はい、今4人だっけ。3人です。3人、じゃあ1人預かるよあそこにいるんですけど。いやだけどレンタル金が高いから。やるとこやるとこやめとこやめとこ。だから本当井上がそれこそいなくなった時、うん、もう35歳で引退するって言ってるんで、35歳になって引退した時にうちのジムはどうなってるかだと思ってるんですよ、うん、井上は今のままずっと行くと思うし、うん、行ってもらわなきゃ困るんですけど、うん、直江がポンって抜けた時に誰が残ってるかというか、その時に誰が例えば世界チャンピオンになってるかとか、うん、そこの位置にいるかっていうのが重要で、それを引き上げるのは多分僕たちの仕事であって、あ、まあ、彼らが頑張らなきゃいけないですけど。そうだよな。ただ、はい、これは実を言うと大橋ジムの問題だけじゃないんですよ。あ、井上ショックは日本ボクシング界全体の話なんだよね。それは大きいな。大橋ジムさんも当然そうなんだけど、うん、それ以上に我々日本ボクシング界全体でこんな強いやつ日本人で言ってさ、 PFP1 位になるんだから、うんうん、ね、世界ボクシングの1位だよ PFP1 位なっちゃって、じゃあこの後の日本、今とりあえず大橋ジムさんに一番人材が集まってるんで、まあ、確かに八重ちゃんの責任すごい重大、はい、あれだけ強いの見せられちゃうと。そうだよな、他のチャンピオンがな普通になっちゃうもんな。そうなんです、ね、はぁって話になっちゃうでしょって。まあまあそうだけど、でも夢っていうかパウンドオブパウンドで井上君が1位になるってことは、日本がですよ、日本人がですよ、すごいじゃないですか、みんな。いやそれは嬉しいよ、夢と希望を持てるから。それは最高だよ。いやだけどバーンってね来て、こうその後一生引いてさ行っちゃったら。いやそんなことない、これからのねアマチュアの上がりの選手多いけどね、タイガーにしろってすごいじゃん。だからあれを見てるからさ、そんじょそこらのボクシングだと、例えばこれが十何回防衛したとか20回防衛したとかじゃ、ああ確かに井上ちゃんの功績は消せないっていうか、その以上はいけないじゃん。しかも BFP1 だからね。安心してください、うん、どうするんですか相撲協会でもね、うん、あの朝勝利が抜けたって白鵬がかばったり、白鵬が抜けたって違う人がね、なんだかんだってかばって できるわけなんですよ。いやだけど井上ちゃんはすごすぎるじゃん。比べたら もうもちろんそうだけど、若手が、ね、若い子頑張ってくれるからいい。具志堅用高さんとかね、スーパーチャンピオン今までいましたよ、渡辺二郎さん、具志堅用高さん、そうそうそう、いたけども、いたけど結局井上のインパクトがすごすぎるから、こんなの人いないじゃん今まで。 そこ行ってるわけよ俺は。次から大変だ。俺もう富樫さんが負けたともうあといないと思ったけどさ続いてるわけお前最近でもいなくなれって言ったら、トカちゃんのこと、そうだな、トカちゃんなんだ、どうなるのかって心配してるから、いた、やばいと思って、お前生まれてないだろ7歳、生まれてますよ僕10歳、トカちゃん引退してくれ、7歳、だいぶ打たれてるだろみんな。いやそんなことないですか。ただあの、まあ、これからのボクシング界、日本ボクシング界を、ネクスト名古屋をができることを記念して、うん、今日はありがとうございました。はい、イエーイ。